see ya.
tip. なんかめっちゃセレブって感じするわ。言うても二人で来たってしゃあないやろが、こないなとこはもっと大人数でシャンパン開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。そうなんか、そら意外やな。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、おってもその子の親に追い返されるし、今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし、せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの方が多いし。牧村誠っちゅうやつは、そないな行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことか。せやけど中には危ない客もおるやろが。せやからそのような人に会った時はすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしたらすぐに飛んできてくれはるから。ああ、そういえばさっきもそないなことを言うとったな。牧村っちゅんはそない喧嘩が強いんか。強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう、そらごっついの。あ、うち踊ってくる。なんや、
ビップルームはもうええんか。ディスコに来たらやっぱり踊らなそうやろ。うちお酒飲めへんし。そういうとこはまだまだやな。ちょっと話してえな。やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこ片っ端から張ってたらいつか会えると思ってたわ。何？うちに一体何の用や？とぼけても無駄やで。この前の礼させてもらおう思てな。俺に散々怒らせた挙句、そろそろホテルに行くからやっちゅう時にごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんな。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで、あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についてくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか？おらんのやったら読んでもかまへんで。そん代わりこっちも人連れてきとるか。なあんた最低やな。なんとでもいいや。待ちや。ああ、なんやわれ。何勘違いしとるんだ。俺はそない女のことなんて全然知らへんで。ただお前らが邪魔やから言うとるんや。なんやと？ディスコ言うたら踊る場所やろ。女ナンパしたいんやったらダンスでええとこ見せたらええやないか。今から俺が手本見せてやるさかい。そこどいて場所開けや。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らしたるわ。ただし俺らのサンドバッグとしてな。おう、表出ろや。ざっとこんなもんや。せやけど男を出しにして金稼ぐのほどほどにしときや。今たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村藩を呼べるとは限らんやろ。言うても誠さんいつもすぐ近くにおるからな。呼んだらほんますぐ来てくれんねんで。そうなんか。誠さんな、普段整体師やってはるの。小福町南にあるほぐし会館ってお店。ほんまか？そしたらそこ行ったら本人に会えるやろうか。多分な。あこちゃん、今日は大きにな。ほんまに助かったわ。ほな
こっから先は本人に取材してみるわ。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。五郎さんええ人やから特別に教えたけど、ほんまは誠さんのこと内緒なんやから。分かってる分かってる。せやけどほんま信頼しとるんやな、牧村はんのこと。そらそうやん。あの人おらんかったらうちも今頃どうなってたか分からへんもん。そら、さすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのも案外下心あってのことかもしれへんやないか。そんなん絶対ないって。蒼天堀には誠さんに救われたって子めっちゃ多いんやから。男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを救ってもらったって子もおったし、うちらにとってほんま神様みたいな人やね。花へええ人疑ったら罰当たるわ。ふーん。あ、でもただ一つだけ誠さんから頼まれてることがあんねん。頼まれてること？うん。もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たらすぐに教えてくれって。コウモリの入れ墨をした男、誰なんやそれ。うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるみたい。誠さんからなんか頼まれることなんてそれくらいしかないから、バイトしてる子はみんな協力して探してるんやわ。なるほどな。それで最初俺が入れ墨しとる言うた。そういうこと。女を使って男を探してるか。あ、あかん。そろそろ次の人と待ち合わせの時間や。次やと？まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれでバイバイ。たまにはうちに帰れや。気が向いたらな。
おい、ああ、
Good.
Let's go.
Hey.
しゃいませ。ありがとうございます。お前みたいなのは蹴られてもしゃあないねんな。
ここやな。誰もおらんのかい。しゃあない、出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんやゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。あ、おい。すみません、怖くて。すみません。ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。本当に本当にすみません。泣くなや。どこがおつらいんですか。え、さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え、ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。やっぱり。タラバー！
違う、言うとやろうが。ああ、ほら、わかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。本当に凝ってますね。相当辛かったんじゃないですか。ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。内緒。あ、ごめんなさい、余計なことを聞いちゃいましたか。気にすんなや。ただ好きでやってる仕事とちゃうからな。あ、そうですか。私もこの仕事好きで始めたわけじゃないし、みんないろいろありますよね。せやな。私お客さんから仕事のこととか街のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって、施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ほう。姉ちゃんの話聞かせてく。そうですね、展示の本を読んだりも。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。ええでも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから人と話すのが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。ここの店長ってのはどないな人なんや。店長ですか。そうですね、なんか見た目は怖いらしいです。なんや、その見た目はっちゅうのは、まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。そのなんや、暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいつも悲鳴を上げてますよ。いや、そういう意味はのうてな。でも
あんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。はあ。それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。お客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく何してんねん俺は。あれ、店長。え、いやー参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか店長。お、先日中か。いらっしゃい。ほう、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですかそれ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリーっとこか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。ん、あれ何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私？ハリやるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早こうてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気をつけてな。ハエをドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。
こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女使うて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるようなど素人の殺し相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。おー、うりゃ。ただの鉄砲玉やと思っとったが一味ちゃうな。何もやお前。こっちのセリフや。なよっ、邪魔すんで。やっぱりチンケなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ、何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、
さっさと連れてけや。逃げろ、マコト。店長、どうしたんです、店長。ま、マコト、ええから逃げろ。何なの、店長、店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。おれ、さっさと連れてけ。くせえ、なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。中華はあれ何もやね。あの女俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。前あんたも死んどき。あいつを逃がしたってくれ。なんやと。あんたしか頼れんのや。あよあよ、いかんかい。余計な邪魔しよって。なんなんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな兄ちゃん。おう、やったれ。逃がさへんで。追いついたで。なんやわれ。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女。くっそー、構えへん。
急げ。しつこいな。説明後や。とにかくここを離れるで。兄貴、大丈夫でっか？おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで！応援呼ばんかい！おい！厄介なことになったね。見つけたね。
よし行くで。逃げられると思う。いつまで逃げるの。もうすぐよ。喋ってると下噛んでよ。おい。行くで。もう大丈夫なの。せや。行くで。もう大丈夫なの。せや。こっちや。見つかってしまった。行くで。こっちへ。おい、危ないから後ろにおれ。うん、分かった。
放さな先へは行かれへんか。そんなら片っ端から相手したるまで。遠くへ逃げない。行くぜ。ついてこいよ。行くぜ。もう大丈夫なの？せや。あかん。こっちや。階段降りるで。え？階段？ちょっと待って。そんな余裕ないわ。行くで。おい、危ないから後ろにおれ。やつらを振り切れるはずや。くそ。お前は。まことちゃん、先に逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれへん。すぐに追いつけるんやからな。ここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりと誠ちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。Come on.
前ら何も言え。なんであの女狙うとる。お前何やと。お前は何も分かっとらん。あの女のか飛んだ間抜けや。お前は自分が何に足を突っ込んでんのか分かって。おい、どういうことや。ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。心配すんな、奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ、どうしてこんなことに。始まりはアジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は、育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部、堂島組若頭補佐久瀬健能会会長久瀬大作。その最終的な狙いは空の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない空の一坪。
そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦にある一人の男が桐生を巻き込んでいく。橘不動産社長橘鉄。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。それで結局橘不動産と手を組んだってことか。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけどなあ。